うわいやー、おーすげえ、おおお、ハンドル動いてる、あ、避けた、乗ったっていう感じですね。ギガキャストって呼んでるんですけど、ギガキャストすごくワクワクします、はいはい、丸裸どころじゃないですね、はい、もうすっぽんぽんね。トヨタイムズの富川優太です。車の未来を変えていこう、これは佐藤浩二社長の言葉ですけれども、じゃあトヨタはどんな未来を目指しているんでしょうか。それが垣間見えるイベントが先日行われました。未来の EV 技術から車好きにはたまらない仕掛けまで、開発陣曰くトヨタの最新技術をほぼ全て見せちゃった。会場となったのはトヨタの研究施設東富士研究所。トヨタの最先端技術を研究する拠点で、普段は外部の人を招くことはほとんどありません。今日はですね、我々の持っている今まで公開したことない技術、それを 100% 出してしまうとそのネタが過ぎてしまうのですから、 90% までは出そう、 80% だときっと皆さんは物足りないとおっしゃるでしょう。この 90% という微妙なラインを設定いたしました。まあ、ご質問によってはその 90% が 91、2、3、4 と上がっていくかもしれませんが、まあ、あまりエンジニアをいじめないと思います。テーマは車の未来を変えていこう。開催することは突如3週間前に決まったといいます。なんでこういう今までやってなかったことをやろうって思ったんですか。もともと新体制の発表だとか決算発表の場でですね、佐藤社長から車の未来を変えていこう、非常にビジョナリーな経営方針を示してもらったと思うんですね、はい、本当に未来が変わるのかどうかは、それを支えている技術が本当にあるかどうかっていうことだと思うんですね。ですからそれを、まあ、ぜひとも皆さんにお示ししよう、これ佐藤社長のアイディアで、うん、乗ったっていう感じでですね、急遽決まりました。技術屋にとって一番嬉しいのは、自分たちがやっている技術といったものがどういうものであるのか、どのように社会に役立つのかっていうことを何らかの形でメッセージで伝えたい、これは日頃から思っています、うん、楽しんでらっしゃるからかもしれないんですけど、見せすぎじゃないですか。ちょっと見せたっていうことに関してはもうこれ既成の事実になってまいります、うん、技術はいつもアドバンテージがないといけません。逆に言うと、もっと先を見てもっと新しい玉込めをしないと、またこの技術といったものが陳腐化してしまう、うん、ですから自分たちで言ったこと、これを実現するというコミットメントと、さらに未来に向けて新しい玉込めをしていく、まあ、この両方の正直狙いがあります。ということで、その技術しっかり見せてもらいました。トヨタはこんな車まで作ろうとしているというのがこちらです。見た目は LX。 いいですか、一緒に乗せ、はい、運転席いいですか。はい、どうぞ。じゃあ乗ってみましょう。うん、こう中に入っても普通だな。こっから全、はい、もうグッと踏み込んでいきます。よいしょ。おお、あー、なるほど。特にまあ僕試乗したことあるんですけど、LX、あ、はい、よりはスムーズ性とかパワーはちょっとないかなっていう感じはするんですけど、そうですね、はい、トランスミッションですとかデフとかはまだまだ合わせ込みをしていない段階です。なるほど。でもこの車が何がすごいかっていうと水素で燃やしているというところですね。水素で燃やしている、はい、つまりは水素エンジン車、うん、そうです。はあ、LX で水素エンジン車をチャレンジしちゃってるんですね。チャレンジしちゃってます。市販化に向けて。市販化に向けて、まあ車の選定等とはまだまだですけども、はい、市販化に向けて実際にエンジンの開発を進めております。水素エンジンの市販化ってまだ一つもされてないですよね。してないです。世界で一番を目指して世の中に初めて出すんだというのをトヨタがやるというところを目指して市販化を目指して開発しています。でも今もスピードはもう結構100キロ近くまで行きましたし、うん、はい、そのパワーっていう意味のこんだけ重い車でも、うん、やっぱり水素は十分いけるっていうのが分かりますね、はい、まあ、まだまだこれからいろんなお客様のシーンにきっちりと信頼性を担保していくっていうような開発は残っているので、うん、まあ、そういったところを徹底的に走り込んで鍛えていくっていうところが今後の開発のポイントになります、はいはいはい、やっぱりこの振動がいいですね、エンジンのそうです ね
変わらない振動は、ね、はい、来ますね。いや楽しみ。これどれぐらい後にシャンシマチョウ、ちょっとそれはもう白ナンバーですよ。街走れるんだよ。パッと見はガソリンと全て一緒です。唯一違うところが上をこうピュッと入って配管、水素、これ水素です。ここ水素通ってるんだ。はい、そこが水素通ってます。おお、いっぱい積んである水素タンク。今この4本でどれぐらい走るっていう計算ですか。はい、だいたい250キロぐらい走る。あ、もう十分ですね。はい、もっとその置き位置を考えたり、そうなんですよ、ひょっとしたら液体水素に変わっていったりするとまたスペースもできてくるし、そうですね、中園さんが車の未来を変えていくんですね。頑張ります。これは、はい、オンデマンドカー、はい、って何ですか。乗車してる人の気持ちに応じて、うん、車を選択できるというものです。今回あの LFA とパッソとタンドラ、これをあのこの EV 車なんですけれども、走りと音を変えて、実現できるという。この1台で3台分楽しめるってことですか。そうです、はい。またまたこれどう見たって RZ じゃないですか。そうですね、ここから LFA に変えます。 LFA、 レクサスのスポーツカーですね。そうですね、はい、あのすごい加速が出るので、ちょっと待って、音も出てきたよ。もう、はい、雰囲気が出てきたと思います。これでもうアクセル全開でいいんですか。はい、見た目は RZ のままです。でも LFA のなる車になるとどうなるのか、いきます。うわうおー、すげえ。何これ、ギアの音まで入ってる。そうです、はい、アクセル抜いてください。すごい、全然違うとびっくりした。でこっから一気に落差のある1リッターのパッソコンパクトパッソプチトヨタ、はい、そうですね、また全開で踏んでみてください。いきます。よいしょ、うん、あ、重い、車が重い。音もそうですね、そうです、苦しそうな音になりますね。はい、音も音と走りを変えてます。はあ、でもパッソよりパワーがある感じはするんですけど、ちょっとそこはあのご愛嬌ということで、そうですね、はい、でも違いは分かります。違い、最後あの、はい、北米のタンドラワンモーターハイブリッドを変えます。あのでっかいやつですね。でっかいやつです、はい、いきます。よいしょ、お、なんとディーゼル感四駆感って言うんですか。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ音もそうですけど、この乗り味っていうのも本当に近くなるんですね。そうですね、はい、トヨタならではということで、こういろいろ車の仕組み分かってるんで、そういう再現性も上げて楽しめちゃう、はい、こういう車を本当に出す可能性もあるんですか。出す可能性あると願ってます。面白い。続いて試乗したこちらの車でも、車好きにはたまらない新技術が潜んでいましたよ。失礼します。続いてはマニュアルの電動車。クラッチを踏んだ。今な、ちょっと今聞きました。エンジンの音がするんです。なんでこんなもん作ってるんですか。面白いからです。これで実際に動かすんですか。これ、はい、もう今これで、この車はマニュアル車に変わりました。まあ、エンジンアクセルだけ吹かしていただくと、はい、このようにクラッチちゃんと、本当クラッチになってる、はい、すごい、おお、クラッチだ。ショック、結構ショックも同じような感じなんだ。はい、これもトルクで出しています。制御です。ほらほら、ギア変えるときもう一回変えますよ。ほら、なんか、これ本当にそのままじゃないですか。ぜひ坂道発進を体験していただきたいと思います。あ、苦手なやつだそれ。クラッチを切って、はい、でまずですね、ブレーキ離してみてください。下がる電動車なのに、はい、じゃあいい感じにお願いします。いや、坂道足苦手だったんですよ。いきます。下がる、あ、これこうなるんですね。こうなるんですよ。よし、
これ吹かしすぎないやつですね、はい、滑りました。はい、ありがとうございます。あ、そういうことですね。はい、今度ぜひ6速に入れてみてください。右の手前です。おお。アクセル踏んでも出ないです。ほんとだ。この制御してるんですか。はい、わざと押さえてます。で4速に入れると、行きますね、はい、では少し減速していきます。で4速のエンブレ、4速のエンブレでいける、はいはい、でここクラッチ切っていただくとスーッと落ちていきます。ほんとだ。でまた繋いでみていただくと、ちゃんとエンジンブレーキの体感が残ってるんですね、はい。こうやってマニュアルで遊んだ後にお家に帰りましょうと、はい、であの先混んでるなってなって、はい、マニュアルめんどくさいなって時はボタンポチッと押すとこれでオートマに変わります。もうオートマです。もういらないです。アクセル踏めば本当すごい。あ、じゃあ夫婦でね。そうです。旦那さんはマニュアル楽しみたい、はい、奥さんはマニュアルはちょっと苦手だからオートマがいいわっていう時でも、はい、ボタン一つで変えられる、はいはい。これはちょっと楽しいですね。楽しいです。遊び要素満載、はい、これ市販化しないんですか。頑張ってますあり得る。これもあり得る、はい、市販化、はい、市販化目指して頑張っています。あ、今なんかクラッチ入れなきゃいけないとちょっとね感覚になりますね、はい、ドキドキしちゃう、はい、これ売れるだろうな。ありがとうございます。最新の自動駐車が体験できるということなんですけれども、はい、今もう自動駐車システムって車にもう標準的についてるようなレベルですよね、はい、だからそんな驚かないんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、驚かないやっぱり。いやいやいや今までの自動駐車に関しては、はい、まあ、一般的な駐車場、例えばあの駐車枠がしっかり引かれてたりだとか、はい、あの車両の間でしたりとかそういうところに、普通に首振りをして入れるような、はい、まあ、簡単な駐車場ではできました、はい、ただあのこういったクランクしたバックの長いような駐車場っていうのは、ん、ちょっと待ってください、はい、え、あのそば行ってから駐車するんじゃないんですか、はい、違います。え、こちらスタートで駐車します。うそ、そうです。ドライバーさんが実際に駐車するその動きをシステムの方が記憶するというシステムになっております。例えばあの家族の中で運転の上手い人下手な人がいた時に上手い人の駐車を覚えて、で苦手な方にも使っていただくだとか、まあ、毎日繰り返しの駐車が嫌な方には、まあ、それを楽にするというコンセプトで作らせていただいています。なるほど。まずは堀口さんに駐車してもらいシステムに記憶させます。あ、上手上手、綺麗に入っていきました。この駐車の運転を車が覚えるということですね。さあ、これで車が覚えました、はい、ということで、はい、じゃあ僕が運転席乗って何もしないであそこに止められるか、はいはい、ただもう一つあの難易度を上げても大丈夫でしょうか。え、はい、例えばご家庭だとあの自転車ですとかバケツ用のようなものが急に置かれるみたいなシーンがあると思うんですけども、はいはい、そういった場合でもそのまま記憶した経路だけではなくてその障害物を避けるような経路をシステム方で自動的に軌道を修正して駐車してくれる。疑ってますよ。はい、大丈夫です。では、はい、まず走らせるので、はい、D に入れます、はい、あ、なんか来た。この登録した駐車経路を検知しました、はい、支援しますか。足も離します。はい、アドバンスドパーク作動中、動いてる。あとは周囲の安全を確認いただきながら。あ、ハンドル動いてる、ハンドル動いてますよ。あ、スピード感もさっきとやっぱり一緒ですね。再現してるんですね。こういう動かし方をしてたわけですね、はい、あー、来た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 、障害物が近づいてきましたよ。このまま行くとぶつかる。あ、ハンドル切った右に。あ、避けた、避けてる、すごい。え、でもここずれちゃうでしょ。ずれちゃうのに調整してる。で、こちらで駐車枠の中ブレーキを踏んでください、はい、はい、踏みました。
で一回確認してブレーキを離すとまた発進。はい、はい、離します。しかも結構勢いよく行くんだ。迷いがないですね車に。おーおーおお、綺麗に止まった。すごい、これはすごくないですか。今止まってるじゃないですか、障害物が、はい、あれ子供とかが出てきた場合どうするんですか。システムの方で自動的にブレーキをかけて、はい、車両を停止させて安全を確保します。で安全が確認できればまた駐車をスタートするような形を今開発しております。はあ、駐車が苦手な人にとっては朗報中の朗報ですね。ありがとうございます。すごいな、こんな長い距離でも来るし障害物も避けられるんだ。いやすごいすごい、本当にすごい。車椅子、はい、こちらですね、 JUU と階段を登れる車椅子。階段を登れる、はい、今はね、どうやってシートが後ろに倒れスライドして倒れます。これ今通常の平面の移動はこのまま行くんですけども、落ちないように、はい、前に倒れないようにですね、はい、階段モードはですね、我々尻尾って呼んでますけども、この後ろにですね、細い尻尾のようなものが出てきまして、後ろの小さなタイヤが格納されまして、前の大きなタイヤ2つと尻尾、この3点で支えてます。ジョイスティックを前に倒していただくと自分でできるんだ、はい、このまま、はい、階段登っていただけます。これすごい衝撃そうで嫌なんですけど、このままスピードで行っちゃっていいんですか。はい、大丈夫です。そんなにスピードも出ないので、一番前に倒していただいても。あ、スムーズ、はい、でもしよろしければこのままですね、後ろにバックしていただくと、怖いじゃないですか。信じてください、大丈夫です。本当ですか、はい、行きます。あ、安心感。今からです、降りてきますこんな形で。あ、おお、ほとんど衝撃ないですね。そうですね、結構滑らかに降りてきてます。ものすごく滑らか、はい、より高い段差にも挑戦です。先ほどの倍の段差になっているので16センチの段差になっています。おお、おお、おお、いける、いける。ここまで止まっていただいて、はい、じゃあ今度はですね、ゆっくりバックしていただきたいと思います。だからバック怖いですって井上さん。大丈夫です。こんな急なんですよ。はい、尻尾がしっかり支えてくれますので。あ、怖い怖い怖い。だと思います。あ、全然怖くない。動き始めたら。あ、ゆっくりいける。はい。あ、おお。多分思ったよりも振動も全然ないのか。いや、ないですないですないです。すごい、はい。車の会社じゃないですか我々、はい、が。こういった車椅子移動手段を研究開発していくっていうのはどんな意義があるんですか。やっぱりですね、モビリティフォーオールというところで、車会社からモビリティのに変革するんだっていうところもありまして、健常者だけではなくて、障害者の方も含めて全ての人に移動の自由を、幸せの量産をっていうことを考えて、やっていると、そこに我々の開発する意義があるかなと思ってます、はい、しかも乗ってみてこの衝撃 の少なさだとか安定性、自由度っていうのも、やっぱりこれまで車の会社として培った技術がふんだんに使われているからこその安心感、はい、そうですね、はい、実際に車に搭載されている部品も搭載することで、今までの信頼性だったり技術というのはしっかり織り込まれた状態で、はい、開発進めることができますので。目標はどこに置いてますか。誰でも乗ってもらいたいと思っているので、障害者だけじゃなくてお年寄りの方も、普通の僕らもこれに乗って、あ、ここに行きたいって、そんな風に思ってもらえるような、モビリティにしたいなっていう風に本当に思ってます、はい、アリン OS は最先端のソフトウェアプラットフォームになっています。様々な車両のソフトウェア、これを迅速に開発しまして、お客様に新しい価値、それを、届けてまいります。次期グローバル量産車の方で実用化することがすでに決まっておりまして。そうなんですね。で、その先のウェブに向けてさらなる進化を遂げるべく今開発を進めているところになります。今回はアリーンを使った音声認識技術を体験します。かなりもう今の車でも進化してるじゃないですか、はいはい、それがアップルの OS だったり Google の OS だったり、はい、そうです。そことアリーンがどう違うのかですね、はい、車両のプラットフォーム、はい、
電子プラットフォームとありまして、その上にソフトウェアのプラットフォームとしてアリンが乗っかっています。そういった車両とか電子プラットフォームいろいろあるところを吸収してアプリケーションを開発しやすくしているといったところが、あの他の OS との違いになっています。はい。So this is the actual advanced development computer. This isn't just a demo. There's actually a computer under here that's running. AI is running on this computer. So no connected to the cloud. Hey Toyota, I'm cold. Turning up the temperature. Do you also want me to turn on your seat heater? Yes, please.Turning on driver seat heater. Ooh. So for this generation, it's more conversational, more you can say anything. Hey, Toyota. What does the symbol with the circle around it on my dashboard mean? This warning light indicates that your brake system may need maintenance. I found a Toyota service center near your home. Would you like me to schedule an appointment? Yes, please. Done.Your appointment is scheduled for this afternoon at 3 p.m. I have sent you the email confirmation. Hey, 秘書さんみたいになってる、もうすでに。Hey, Toyota. I'm hungry. Where do you want to go? I feel like some sushi. 寿司好きなんだ。There's a Kari Japanese restaurant on West Park Road. Actually, I want a hamburger. わがまま言った。There's a Scotty P's on Custer Road. Actually, I want shabu shabu. 会話の途中でも言えるの? On Preston Road, 1.70 miles away. すごいすごい。Yes, please. Okay. Getting directions to Yoshi Shabu Shabu. すごいすごい。喋ってる途中なのに会話するとすぐ会話返してくるから。本当に会話してるみたい、コンピューターじゃなくて。はい。I interrupted the system like I was a real user speaking very quickly. Yeah. And the system, through the advanced conversational AI, was able to keep up with me, and then get me where I wanted to go, which is shabu shabu. すごい。そんな変わんないんじゃないのって思ってちょっと今入ったんですけど、はい、いや、これ違いますね。ありがとうございます。すごいな。電池の未来っていうのは、はい、どういうところを目指しているのかという。なかなか電池の星から来た僕も分かんない。頭の中だけにはあるんだと思いますけど、あの地球語で教えていただけると、はい、ありがとうございます。はい、これ初代のプリウスの電池でなんですよ。これなかなか見ないと思うんで、はい、もう骨董品だと思いますけど、はい、まあ、これだけ大きいと。でまあいろいろですね、まあ苦労しながらですね、まあ上司にも叱咤激励されながらですけども。はい、コストは6分の1まで下げてきました。ほうほう。で大きさとしてはですね、まあ割とコンパクトになったから、今の大きさはこれね、はい、でパワーとしても 25% アップしてて、まあ小さくても力持ちみたいな感じにしてきました。それをベブの未来にどうつなげるかということで、はい、走行距離2倍っていう風に車両の搭載効率と車両の走行効率と電池の、レベルアップ、そういうのも含めてですけれども BD4X よりも EV 距離を2倍にするというターゲットでやっています。でコストは、まあ、同じエネルギー量で見たときに 20% のコストダウンをする、はいはい、内容は今喋ってらっしゃったのはいいんですか。いいんですか。あ、コストとかいいよね。 20% とか、あ、いいです、いいです。いいそうです。すでに今の会話から垣間見えたんですけど、はい、こう90% 見せるっていう中島さんの考えがありましたけど、90以上出しちゃってるっていうところですね。 102% ぐらい、丸裸どころじゃないですね。はい、もうすっぽんぽん。次世代ベブのもう一つの形として考えています。あー、なるほど、はい、要は距離はちょっと抑えられるけどコストはものすごく抑えられる。そうですね、距離はまあ BD4X よりも伸ばして、はい、まあ、車とあの改善のコラボで、でコストバージョンに思い切り振ったというパターンでございます。電気自動車系は高いっていうイメージがどうしてもありますから、はい、できるだけコストを抑える。そうですね、イコール使いやすくなる、買いやすくなる。そうですね、ところにつながる電池、パフォーマンス重視でいくのか、はい、普及型重視でいくのかっていうところの2つのタイプを
これから考えていく、はい、バッテリー EV にも本気っていうところ、そうですね、そうですね、もともと本気だったんですけど、あの本気って伝えうまくお伝えできてなかったというところがあります。はい、実用化には大体どれぐらいを目処に考えてらっしゃるんでしょうか。実用化は2026年から7年ぐらいの実用化ということですけど、今アクアだとかクラウンに使っているバイポーラーのニッケル水素電池のハイブリッド用があります。ベブ用のリチウム電池にもですね、使うことも見据えながらこれを開発してたというところがあります。でこれ1枚置くだけで1つのセルになっていきますので、だから非常にその部品点数としては4分の1から5分の1ぐらいでコンパクトにできます。大幅なコストダウンにつながる。なるほどね。そして注目を集めていたのがいわゆる全固体電池。先ほどのパフォーマンス型と比べてもさらに航続距離が 20% 向上、充電時間は10分以下と EV 市場のゲームチェンジャーとも言われています。当初はハイブリッド車への導入を目指していましたが、これを EV 用電池として開発を加速、2027年から28年の実用化にチャレンジするそうです。水素も新技術満載でした。これ何ですか、マルチ水素タンクコンセプト。こちらは今使われている気体の水素タンク、円筒状の形が特徴です。一方今回発表されたタンクはお見せできませんが、全く違う形をしていました。ちょっと前に僕中島さんとあの佐藤社長に呼ばれて、はい、あの理系の社長と副社長じゃないですか、はいはいはい、なのに浜田さん、なんでタンクってまん丸しかできないんですか、もっといい車を作ろうって言っているのにって言われたんです、はいはい、2人ともまん丸の理由知ってるんですよ。これが一番強度上いいと、うん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 、だけど やるに決まってるじゃないですかってなるほど、ちょっとちょっとこう口から出てしまって、こんな形を目指してる、目指しています。はあ。するとほとんどの車があの水素を搭載することができます。今の車の形のまま。今はそうなんです。じゃあ今ガソリンエンジン車で走ってるものを水素に変えたいって思ったら付け替えられちゃう、できる可能性があります。技術的にはかなりハードルが高くて、はい、もちろん世界でやったあのメーカーはありません。でもそういうことになんかこう挑戦させてもらえるって、なんか僕自身もすごくワクワクします。はいはい。第3世代のセルです。耐久性が 2.5 倍になって、はい、コストが半分になる。燃費が2割上がります。いいこと尽くしじゃないですか。あのトヨタ自動車は燃料電池の開発を30年やってます、はい、で30年やってますと、あのここでどういう反応が起こってるかって大体分かってます。ほう。この材料のこう組み合わせって化学反応って無数にあるので、はい、それをこうどういう特性になるかというのをいちいち実験をしていると、むちゃくちゃ時間がかかったり、はい、むちゃくちゃその開発費がかかったりするんです。それを計算することで開発期間がこう短くできたり、あの安くできたりっていうことがあのできます。我々の先輩がこう気づいてくださった技術なんです。これはそれをどう生かしていくかですね。そうです。未来にいろんなメディアに見せてもよかったものなんですか。ドキドキしました、ね、あの数字を言うのもドキドキしました。言っていいの、見せていいの。諸先輩にやっぱりこう気づいてくださった技術っていうのがあるので、あの思い切って出そう。いろいろ皆さんもこう伝える側もチャレンジしてるんですねどこまでいいかなっつってでちょっと超えちゃってるというみんな。あ、そうです、お疲れ様です。あ、こんにちは。慎吾さん、こんにちは。このとこにいらっしゃって、はい、あの今私生産担当してますので、このもしよければ聞いていただけるとありがたいですね。ここは何ゾーンなんですか。ギガキャストって呼んでるんですか。ギガキャスト、はい、これ左上にちょっとプレス構造って書いてあります、ね、はい、これ従来の作り方ですね、はい、これ見てもらうとこの板金が、まあ、いっぱいあって、まあ、これを溶接でつなぎ合わせてこれ車のリア周りになってます。ほうほうほう。まあ、ここにタイヤがついて、まあ、全部で86部品、まあ、33の工程があって、まあ、時間をかけて作っていくんですけども、ほう、これを今回1部品を1工程で作ってしまう。つなぎ目がない。アルミを溶かしてそれを型の中にドーンと入れてですね、で約100秒でできてしまいます。これどんぐらいかかったんですか、時間は。全部で33工程ありますんで、はい、30分とか40分かかって、はい、できていきますね。のものが、はい、もうこれが100秒100秒、はい、
車を作っていく上で、まあ、今までのその工場の設備ですとかラインの構成、それを元にしながら車を作っていくっていう概念がやっぱりありました。でも昨今バッテリー EV の、まあ、ベンチャー企業とか新しいところもゼロから車作りをしてるんですね。そこから私たちも学んだり気づくところがあってですね、もうゼロからやろうとするとこんなこともできるんだというところにだん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 入ってきます。まあ、こういった作り方とそのこういった要素技術が組み合わさることによって新しい車作り、いつから使うんですか？これはもう今考えている次世代の新構造バッテリー EV のそこの中からやっていこうかなというふうに考えています。もうすぐって考えていいですか？はい、富川さんもすぐ今工場だとベルトコンベアでこう流れていく、はいはい、見たことありますけども、はい、もうベルトコンベアもなしにして、でこれがもう自動であのバッテリーがついて、でまだ上は組み上がってないんだけども、バッテリーとモーターがあると自動で走れるんですよね。はあ、もう工場の中自動で走りながらそこにもう組み付けていくというようなことです。コンベヤーのないラインができたりとかですね。どれぐらい生産性上がると思います？全体あの今はもう生産性2倍って呼んでいますけども、例えばスペースもまあ半分でいいとかですね、工程プロセス数も半分にしたりとか、生産する速度も半分とかですね、本当に2をキーワードにしながら今メンバーが頑張ってくれています。新しい時代に進んでますね。はい、早く出します。お宣言アルミっていうのは材料すごい電気使うんですよね、アルミ自体を作る。だからリサイクル材を使うことによって、まあ、実際は CO2 を実質的に減らしていく部品と、まあ、機械加工の技術をセットにすることによって、そのより精度のいい車に仕上げていってですね、性能も高めていけないかとかですね、そういった走りのメンバーと、まあ、こういった生産のメンバーが一緒に会話をするみたいのも今までになかったことじゃないかなと思ってます。車屋が作るベフっていうのはこういう工場にもやっぱり現れてくるっていう、はい、作る側が作りやすい車を一生懸命作っていた時代も、まあ、正直ちょっとありました。でも今はやっぱりお客さんの笑顔になるような、お客さんが望んでいる車を、まあ、車作りのメンバーも一緒になってやっていく、そんな風に、まあ、マインド気持ちも変わり始めてるかなと思います。皆さん楽しそうですもん、ほらほらほらね、はい、結構話聞きながらも結構楽しそうな顔がね、はい、僕に見えてたんですよ。いろんなメンバーと会えてですね、はい、本当楽しくやらせてもらって。これ皆さん違うんですか？全然別々なんですよ。見ていいですか？元町工場、車両品質、彼らは自走やってる、自動運転、素形材技術部、はい、それがギガキャストで、で先進プロダクト会、本当だ、全然関わらなかった。バラバラなんですね。一緒にいらっしゃるから同じ部署かと思ったら、それでまた新しいそのアイディアが生まれたりっていう。そうそうそう、自動ギガキャストっていうのを始めてます。なるほど。会場では発足したばかりの BEV ファクトリーと水素ファクトリーのプレジデントが初めて公の場に立ち、参加者からの質問に答えました。彼らが目指す車の未来とは。こうやって2つ立ち上がった組織が、こちらの二方のそのやり取りっていうのを密にされていくっていうことですね。そうですね、あの愛通ずるところがやっぱり元々仲いいんで。そうなんですね。だから今日二人でいるんですけど。カーボンニュートラルで考えてもマルチパスでいろんな道がトヨタは全力で行ってますけれども、ベブだけを見てもベブの中のいろんなジャンルというか、いろんな世代に響くようなベブを作るという考え。中国のお客様ってあの車を買われる時はあのドライバーの方が決定権があまり ないらしくて、ご家族の方があのこれいいぞって言ったもの、うん、これダメだって言われたらそれ買えないぞと、地域なりの文化がありますし、バッテリー V も、いろんなお客様の、ニーズに応えて、その他のハイブリッドとか、FCV とかそういうのも皆さんのニーズに応えて、それがやっぱり僕たちしかできないんじゃないのかなっていうふうにやっぱり思ってるので、今まで80年のやっぱり歴史があって、でレース活動もやってきて、あのマニュアルから AT から電気自動車からずっと全部やってきて、やっぱりそこから出る価値っていうのは他には負けないぞっていう、やっぱそういうことだと僕は思ってます。まずは使いたいって言っていただいてるお客様があるところでしっかり作っていく、それがやっぱり一番量が多いのが商用の世界なんですね。トラックで大きいトラックでたくさん荷物を運ぶとやっぱり燃料としていっぱい使う、で
そこはやっぱりバッテリー部位ちょっと苦手なところなんですね。やっぱり電池だとどんどん重くなっていっちゃうので、バッテリー部位が得意なところと水素が得意なところで、しかも大量に使ってもらえるところっていうのはやっぱり商用のヨーロッパであったり中国であったりアメリカであったり、そこでしっかりこう数をまとめて、で大量に水素を使っていくと、あ、じゃあそこの地域はもう乗用車も未来でいいじゃないか、この地域はガスコンロもじゃあ水素にしちゃおうかとか、だんだんそういう広がりを見せてくると思うんですよね。だからまずはたくさん使うっていうことを優先して、でトヨタの技術でそこをサポートする、地域に合わせてやっていけるといいかなというふうに思ってます。やっぱり水素っていうのは貯める力は街を貯めていくとか、そういうスケールに対してすごく強みがあるので、そこはやっぱり水素っていうのはすごく明るい未来かな。あとなんか水素ってかっこよくないですか青いしみたいななんか水素、俺水素の車乗ってんだとかっていうと、なんかこういいかなと思うので、まあ、そんなこう夢も見て進めていけたらなというふうに思います。私も知らなかったトヨタの技術が盛りだくさんだった今回のワークショップ。トヨタイムズでは引き続きここでしか見ることのできないトヨタの取り組みをどんどん紹介していきますよ。